どうもこんにちは、マイクラやってるかい？マイクラってサバイバルモードやクリエイティブモードなど、いろんなモードがあるけど、どのモードで遊ぶことが多い？私はやっぱりサバイバルモードかな。アイテムが全然揃っていない状態から、少しずつアイテムを揃えたり拠点を作ったりするのが楽しいんだよな。というわけで今回はサバイバルの危険すぎる行為を紹介するよ。ぜひ最後まで見ていってくれ。みんなは金トラップって作ったことある？ゾンビピグリントラップとも呼ばれるな。ゾンビピグリンを使って金を無限に製造するトラップなんだ。ネザーゲートが開かれた時にネザー側のゲートの近くにピグリンがいると、オーバーワールドに移動してゾンビピグリンになるんだ。それを利用したトラップだな。トラップの作り方も簡単じゃなくて、大きなネザーゲートや着火装置、ネザーゲートを強制的に閉じる装置などをつける必要があるんだ。これらの装置をつけることで、高速でネザーゲートを閉じたり開いたりして、大量のゾンビピグリンを沸かせるんだよ。金トラップを作る際、湧いたゾンビピグリンを一箇所に集めるように道を作って一気に仕留める。すると金塊や金インゴットが大量に手に入るんだ。ゾンビピグリンは腐った肉や経験値も落とすから、この二つも大量に手に入るな。ネザーゲートを大きくすればするほどゾンビピグリンが湧く数も多くなるから大量の金が手に入るんだけど、大きすぎる金トラップを作る行為自体が危険行為なんだ。巨大金トラップを作るとサーバーが重くなって遅延するんだよ。快適にマイクラで遊べなくなるんだよな。マイクラが重くなりやすいスマホ版やスイッチ版だと特にダメージが大きそうだな。なんで重くなるのかというと、大量のゾンビピグリンが湧くからだな。モブは湧きすぎるとマイクラに負荷を与えるんだ。それに加え、ネザーゲートがついたり消えたりするし、高速でレッドストーン装置が作動してるから余計に負荷がかかるんだよ。だから、スマホ版やスイッチ版で遊んでる、マイクラに負荷をかけたくない、というプレイヤーは、ネザーゲートの大きさは小さめにするといいぜ。金トラップのネザーゲートは 23×23 以上の大きさだと、うまく作動しないこともあるんだけど、それよりも小さい高さ12のネザーゲートにすればあまり負荷はかからないよ。みんなは沼地に行ったことある？16ある温帯バイオームの一つだな。追加されたのはジャバ版だとバージョン 1.2 だ。リッチと黒猫がスポーンするリッチの小屋が生成されたり、スライムがスポーンしたりするバイオームだ。バージョン 1.19 からはカエルもスポーンするようになったな。この沼地は初心者や序盤に行くとかなり危険な場所なんだ。危険なポイントの一つ目はリッチがスポーンするってことだな。リッチは毒？弱化？負傷？鈍化の各スプラッシュポーションを投げてくる厄介な敵対モブなんだよ。プレイヤーとリッチの距離やプレイヤーの体力によって投げてくるポーションが違うから戦いにくいんだよな。どのポーションも厄介な効果を持ってるから、初心者やマイクラの序盤で行くと太刀打ちできず倒されることが多いんだ。体力のハートは13個もあるんだよな。遠距離攻撃してくるからなかなか近づけないのに、体力もそこそこ多いからアイテムが揃ってない序盤はあんまり会いたくないモブだ。特に満月の夜は要注意。リッチだけでも厄介なのに、満月の夜は最もスライムがスポーンするんだよ。スライムのスポーンする確率は月の満ち欠けに影響してるんだ。満月に近づくほどスライムがたくさんスポーンするんだ。大きなスライムを倒すと分裂するから、満月の夜に大量のスライムと戦ったらあんまり想像したくないぜ。ちなみに新月は全くスポーンしないんだ。どうしても沼地に行きたいなら新月の夜がおすすめだ。まだまだ沼地の危険ポイントはあるぞ。沼地に行ったことあるプレイヤーは知ってると思うけど、水辺が多いんだよ。深くはないから溺死の心配はないけど、ゾンビがドラウンドになりやすいんだよな。バージョン 1.14 から昼間の湿地帯にドラウンドがスポーンすることはなくなったんだけど、日陰に避難してたゾンビがドラウンドになることはあるんだ。ドラウンドは体力がハート10個、攻撃力は近接の場合 1.5 から 2.5 とあまり脅威じゃない。ただトライデント持ちが登場したら要注意。ジャバ版の場合は4、統合版の場合は 2.5 から6とそこそこ強くなるんだ。沼地へ行くときは弓やクロスボウといった遠距離武器と回復アイテムを用意しよう。マイクラ初心者でもマグマがかなり危険なものということは知ってるだろ。それじゃあオーバーワールドとジ、エンドの、二つの世界で流れるマグマとネザーで流れるマグマが少し違うって知ってたか？オーバーワールドやジ、エンドのマグマは4ブロックの距離で広がるんだ。もちろん、4ブロックっていう距離は平らな場合だから、途中で段差があると距離は伸びるよ。それからこの二つの世界で流れるマグマは30ゲックごとに流れていくんだ。ゲックというのはマイクラ世界で時間の長さを示す単語だな。ネザーのマグマだけ広がる距離と流れる速さが違うんだ。広がる距離は2倍の8ブロック、流れる速さは5ゲックなんだ。めちゃくちゃ速く流れるし8ブロックも広がるから、ネザーで採掘するときは壁に体を近づけてブロックを掘るのは超危険。ブロックの向こう側がマグマだったということは珍しくない。ブロックの至近距離で採掘したせいでマグマに襲われることがよくあるんだよ。マグマの流れるスピードが速く広がる距離が長いから逃げ遅れるってことだ。マグマに倒されるとアイテムが燃えることが多いんだ。一部のアイテムは燃えずに地面に残ってる場合もある。でもマグマが広がってる途中で倒された場合は全部燃やされてる可能性の方が高いな。ネザーには強い敵がいるからレアな装備や攻撃力の高い武器を持ってることも多い。ネザー要塞や砦の遺跡など
を冒険した後だと、レアアイテムを持ってる場合もあるだろう。そういった大切なアイテムも全部失う可能性があるんだ。せっかく頑張って手に入れたアイテムが燃えちゃったら悲しいよな。ネザーで採掘をするときは必ずブロックから十分な距離を取って採掘しよう。慎重な私はツルハシが届くギリギリの場所から採掘することもあるよ。それから耐火のポーションを飲んだり、不死のトーテムを持ったりするのも一つの手だな。ゲームルール、キープインベントリー。ブルーというコマンドを打っておくのもおすすめだ。このコマンドを打っておくと、死んでもインベントリ内のアイテムをばらまかずに済むんだ。大切なアイテムを失いたくないならしっかり対策しておこう。マグマといえば、危険なコマンドがあるから紹介しておこう。構文はエクスキュート、アット、アットA、ラン、セットブロック、6。ラバだ。このコマンドを打ってしまうと走ってる間、自分の頭上から常にマグマが降ってくるようになるんだ。歩いてる間は問題ないんだけど、一歩でも走ってしまうとマグマが落ちてくる。つい走ってしまう瞬間ってあるよな。敵対モブから逃げてる時、穴を飛び越えようとした時、急いで目的地に行こうとした時、走ろうと思ってなくても無意識に走る動作をしてしまうことがあるよな。落ちてきたマグマは消えないから、走っただけでワールドに被害をもたらすんだ。森林バイオームやジャングルバイオームなどの木がたくさんあるバイオームで走るとすぐに火が広がってしまう。大切な資源を失うだけではなく、マイクラに負荷がかかって動作が重くなるんだ。拠点や村の近くで走ると建造物の素材によっては全焼してしまうかも。アイアンゴーレムや村人、動物なども燃えて消えちゃうかもしれないな。氷や雪がある溶接バイオームで走ると、氷や雪が溶けて景観を損ねてしまうよな。海や川といった水辺の近くで走ると、溶岩や水の中に入って石や丸石を生成してしまうんだ。ネザーで走ってしまうのが一番大変かもな。さっきも紹介したけど、ネザーのマグマは8ブロック広がる上に、5キックで1ブロック迫ってくるんだ。ただでさえネザーはマグマの量が多くて、マグマの海や滝が生成されてる場所もあるのに、ネザーで走ったらマグマをさらに増やしてしまうな。ネザーは敵対モブも強い。マグマを増やしてしまうと自ら逃げ場を狭めてしまうことにつながるんだ。かなり危険なコマンドだけど、いたずらでちょっとだけ使うのは面白そうだよな。走るの禁止縛りでマイクラをするときにも、ペナルティとして使えそうなコマンドだ。もしこのコマンドを使うなら、まずはマグマが出てきても問題なさそうな場所で使ってみよう。マイクラの中の最高難易度ハードコアモードで遊んだことある？ハードコアは Java 版限定の要素だから、統合版をプレイしてるマイクラプレイヤーは遊んだことないと思うぜ。ハードコアモードっていうのは初心者には危険な難易度なんだ。基本的にはハードと変わらない。敵対モブがスポーンするし、イージーやノーマルと比べて攻撃力が高いんだ。時間経過やプレイヤーの動きによって満腹ゲージが減っていき、0になると体力ゲージも減っていく。ノーマルも満腹ゲージが0になると体力が減るけど、ハート半分で止まるんだ。だけど、ハードは体力が0。つまり出しがあるんだよな。クリーパーの爆破のキャンセル距離も変わってくるな。クリーパーって 1.5 秒以上プレイヤーを視認すると爆発の準備に入るんだけど、一定の距離を取ればキャンセルされるよな。ハードコアはキャンセルまでの距離が長いから、逃げ遅れる可能性が高いんだよ。おまけに爆発の最大ダメージも通常はハート 32.25 個分。大電クリーパーだと 63.75 個分だからかなり痛い。ゾンビの攻撃力はハート2個分であまり強くないけど、木のドアを壊して追いかけてくるんだよ。ハードとハードコアの共通点はこれくらいかな。ハードコアの最大の特徴はリスポーンできないということ。一度死んじゃうと画面がタイトル画面とワールドを閲覧の2つが表示されるんだ。ワールドを閲覧を選ぶとワールドに戻ることはできるけど、それはスペクテーターモードだけ。再び同じワールドでサバイバルモードで遊べないんだ。だからハードコアモードのワールドでレアアイテムを入手したり作るのが大変な施設を建築したりしても、一度死んじゃうと全て手放さなくてはならなくなる。ショックはかなり大きいぜ。ハードコアモードの体力ゲージのアイコンもちょっと違ってて緊張感走るよな。初心者はハードコアモードで遊ぶのはおすすめしない。上級者もちょっとしたミスで倒されちゃうこともあるから、同じワールドで長く遊びたいという場合はせめてハードを選ぼう。ハードコアモードで少しでも長く生き残るには様々な対策が必要だ。常に松明のような明かりのアイテムを持って湧き潰しをしておこう。防具、武器はどんどんグレードアップしていき、強い敵対モブと鉢合わせしても返り討ちにできるように準備しておくといいぜ。回復アイテムや食べ物も常に持っておくと安心だ。これだけ準備しても倒される場合があるから、場所に限らず慎重に進むのをおすすめするよ。敵対モブに追われてて武器を持ってない時、私はブロックを積んで逃げたり、自分をブロックで囲って守ったりするんだけど、みんなはどうしてる？自分だけではなく、拠点や建築物を敵対モブから守るために、ブロックや兵を使うプレイヤーもいるよな。兵に守られてるから拠点の敷地内は安全地帯、と油断する人もいるけど、兵ってそんなに優秀なブロックじゃないんだ。兵は 1.5 の高さがあるからジャンプで乗り越えることができない。フェンスゲートなどを設置して出入り口を作っておかないと、そもそも安全地帯に入れないんだよな。21種類もあって建築物やバイオームの雰囲気に合わせ兵のデザインを選べるけど、ちょっと面倒な部分もあるブロックなんだよな。兵のマイナスポイントはまだあるんだぜ。敵対モブがプレイヤーを視認できるから、スケルトンが躊躇なく弓矢を撃ってくるんだ。ウィッチも視認できるから容赦なくポーションを投げてくるんだぜ。遠距離攻撃をしてくる敵対モブの攻撃から身を守ることはできないってことだな。クリーパーも兵越しに爆発してくるんだよ。兵の素材によってはクリーパーの爆発で壊されることもあるから、他にも敵対モブがいた時、壊された部分から侵入されちゃうな。スケルトンは兵越しに弓矢を放ってくるし、クリーパーは爆発するけど、
そもそも雲は塀を越えてくるんだ。雲はブロックを登る習性があるからな。たとえ塀じゃなくてフェンスやブロックだったとしても、雲なら登ってきちゃうんだ。雲よりも強いスパイダージョッキーも塀を登っちゃうし、上のスケルトンが遠距離攻撃を仕掛けてくるから注意しよう。塀は自分や拠点をゾンビから守るだけなら使えるアイテムだけど、スケルトンや雲？クリーパーから逃げるには使えないアイテムだ。塀や敵対モブの性質を知らずに使うと危ないアイテム。敵対モブから襲われても戦えるように武器や防具は準備しておこう。初めて巨大キノコを見た時はすごいって感動したよ。巨大キノコを赤色と茶色、一つずつ見つければしばらく食料には困らないよな。巨大キノコはキノコ島や暗い森に生成されるんだ。統合版のミヌ町にも生成されるよな。実は巨大キノコって自分で作ることもできるんだよ。必要なものは土、巨大化させた色のキノコ、骨粉だ。もうやり方はわかると思うけど、土にキノコを植えて骨粉を使えば巨大キノコになるんだ。運が良ければ一回で巨大キノコになるけど、何回か骨粉を使わないと巨大化しないことの方が多いから、骨粉はたくさん用意しておくといいぜ。土ならどこにでも植えられるわけじゃないんだ。明るさレベルは12以下で空の極化じゃない場所じゃないと植えられないんだよ。実はキノコを巨大キノコにする行為が危険行為なんだ。巨大キノコに成長した瞬間、ノックバックダメージを受ける時があるんだよ。ダメージ自体は小さいから成長したダメージで即死することはない。でも、残りの体力が少なかったり、プレイヤーのいた場所が高い場所だったりすると、即死ダメージになることもあるんだ。キノコから距離を取っていればノックバックしないから、巨大キノコにしたい時は十分距離を取ってからやるといいぜ。巨大キノコが生成される場所は限られてるけど、食料問題の解決にもつながるから、キノコを見つけたら骨粉で巨大キノコにしてみよう。その時は残りの体力や場所をしっかり確認してから試してみてくれ。吹きさらしの砂利の丘という場所に行ったことはある？3つある霊体バイオームのうちの1つで結構レアなんだ。ちなみに、残りの2つは吹きさらしの丘と吹きさらしの森だな。この中で最も危険な場所が吹きさらしの砂利の丘なんだ。吹きさらしの森も高低差が激しいから落下ダメージの危険性があるんだけど、それは十分警戒していれば落下は防げる。もし落下しても水入りバケツを持っていれば、ダメージを負わずに降りることもできるな。吹きさらしの砂利の丘はあるミスをすると、マルチプレイでない限り自分を守るのが難しいんだ。吹きさらしの砂利の丘にある山は全て砂利でできてるんだよ。通常草ブロックの部分が全て砂利になってるから、大量の砂利ブロックが手に入る場所だな。吹きさらしの砂利の丘の地上を探索したり、外から地下へ行ったりする分にはあまり危険ではないんだけど、地下から地上へ行くときは要注意。上へ掘り進めていると砂利が落ちてきて窒息ダメージを負うこともあるんだ。地上に近いと真横に掘ってても砂利が落ちてくることがあるな。窒息ダメージを負ってる最中はパニックになりやすい。脱出を試みても、掘ったらまた砂利が降ってきた、ということもあり得るんだ。しかも窒息で死んじゃうとアイテムの回収も面倒なんだ。窒息ダメージで死んだってことは、ブロックに埋まった状態で死んでしまったということ。マイクラって死ぬとアイテムが周囲に散らばるだろ？散らばるのって死んだ場所の周りが空間だった場合だけなんだ。窒息ダメージで死んだ時みたいに、周囲がブロックだと空間を探してどんどんアイテムが移動してしまう。アイテムによっては地上に出てきてしまったり、死んだ場所の近くにあったりするから回収が面倒なんだよな。吹きさらしの砂利の丘の地下から地上へ行くときは十分注意しよう。私は真上掘りは絶対にしない。みんなも吹きさらしの砂利の丘へ行くときは気をつけよう。次は危険なコマンドを紹介するよ。構文はアトリビュート、アットピー、マインクラフト、ジェネリック、マックスヘルス、ベース、セット、2だ。このコマンドを打つとどうなってしまうのかというと、なんと、体力の最大値がハート1個になってしまうんだ。普段はハートが10個あるけど、それが1個だけ、最大値が1だから、難易度や敵対モブの攻撃力によっては、一撃で倒されちゃうな。攻撃力の弱いゾンビや雲でさえ、イージーモードでもハート1個分の攻撃力なんだ。マイクラ初心者やゲームが苦手なプレイヤーは、まずピースフルでこのコマンドを試してみるといいぜ。まあ、防具を装備していれば体力の最大値が1でも、多少は耐えられるかもしれない。衝撃吸収というステータス効果を付与してくれる。金のリンゴを食べれば一時的に体力を増やすことも可能だ。ただ、金のリンゴは入手までの道のりが少し長いアイテムなんだよな。運が良ければダンジョンのチェストに入ってることもあるけど、このコマンドを使ってマイクラを快適にプレイしたいなら、防具やアイテムを持ってない序盤は極力敵対モブと出会わないようにして、まずは防具や武器を準備しよう。だけど、初心者にはおすすめできないコマンドではあるな。ハードコアモードでこのコマンドを打つと、一気に難易度が跳ね上がると思うぜ。ハードコアモードでも物足りない。もっと難しくてやりがいのあるマイクラで遊びたい。という人はハードコアモードでこのコマンドを打ってみてくれ。今回の動画はここまでだ。それじゃあ次の動画で会おう。バイバイ。